ベルストね。ジーノは知ってるの？ま、ゲーマーとしては当然な。つかお前は知らねえのか？モルフォちゃんが能力者を炙り出すソナーだってことにフェザーが感づいたのは前作ベルレコが発端なんだぜ。え？そうだったの？ああ、一時期ベルレコにハッキング騒動があってな。その時のスメラギの動き、慌てっぷりがただのネットゲームにしては異常だったんだ。で、諜報班が調べてみたらビンゴだったってわけよ。アシモフは何も言ってなかったけど。お前はネトゲとか絶対しねえからな。リーダーも余計な情報は伝えなかったんだろうよ。しかもお前、あの後すぐにフェザーを抜けたろ。知らなくたってしょうがないか。ああ、出た、ベルストだったな。結論から言うぜ、別にインストールしても問題なしだ。平気なの？本当に？ベルレコの一件があったから、もちろんフェザーも調べてあんのさ。続編のベルストは至極まっとう、普通のネットゲームだ。前作は能力者をあぶり出す目的もあったからな。セプテンベルシリーズは広告から何から莫大な金がつぎ込まれてる。やっこさん、資金回収に必死みたいだぜ。セプテンベルヒストリアは前作の赤字を埋めるためゲーム部分だけ使い回した続編ってとこだろうな。それでもスメラギのゲームだよ。気をつけた方がいいんじゃないの？連中に金を落とすのは尺だが、そりゃ今更だな。この国で生活する以上、スメラギのお世話に一切ならねえのは無理な話だ。そもそも今使ってる通信端末を充電するのにも連中が供給してる電気を使ってるんだぜ。ま、フェザー的には初回の無料サービス期間だけ遊んでとっとと再開するのをおすすめするけどね。相変わらず軽いね、ジーノは。つうか俺、たった今まで遊んでたし、ベルスト。いやー、結構面白いなこれ。これなら有料継続プレイも考えちまうぜ。ジーノ、君ってやつは。我、ジーノ様の名においてこれを鋳造する。作者が誰であれ、作品に罪なしでね。ま、いざって時はお前のアームドブルーでちょちょいとログ改ざんなりなんなりハッキングしちまえばいいだろ。学校の編入手続きの時みたいにね。あれはジーノたちのサポートがあったからだよ。あんまり複雑なデータの改ざんは難しいって分かってるでしょ。それにしてもシアちゃんのゲームもね。こりゃ今度俺のおすすめゲームでも。バイクがロボになるやつがいいかね。それとも女の子型のナビとロボを操縦するやつか。いっそのこと女の子をメロメロにするガンシュ。ジーノから OK ももらったことだし、シアに伝えようか。